おお。おお。ほらもうなんかでかいもんな。ああまた切れた。そうですよね。まだ切れた。もうなんなんだよ。おーい。もうだって今まだ浮いたままさ、ビシュカーって入ってったもん。ああお腹じゃない。相当浅いし食べてるんですね。浅いやねんかな。ビュワーって入ってったわもう。沈む浮きやね。もう最初から沈んでいったもんな。もうシュそんな一気に。ああもう絶対の飲まれとるね。また切られてしまいました。あのもうね、多分お腹なのよ。俺当たってくるの全部お腹なのよ。何お腹今いらないんだけど。いやお腹のそういうさ針使ってるならいいけどさ、あのお腹の針使ったのよさっきちょっとね。で当たりがかかんないんだよ今度。当たり前だけどさ、大体そういう時限って口太くってくるの普通に。でしかもね、こう何ていうの、食いが浅い。しかもね、そう食いが浅いからさ外れるんだ針が。で針をさ元に戻すじゃん、要は、まあ、さっきから使ってるのは競技口とかガマガツの競技口、ちょっとピンクっぽい針で、あれがまあかかりすぎるより少し眠ってるからさ、それを使ったのよそれだったら今度お腹がバンバン食ってくるバンバンまではないけどね、当たればお腹みたいな。今のも早かったね。まだ浮きがさ浮いてて、それで浮きをシューって沈んでったから沈む浮きだね。今ね、さっき仕掛けがで全飛びしちゃったから、仕掛けちょっと変えたんだけど、変えたって言っても、ハリスは 1.7 個よ、浮きが。で、今、浮きがこれね、円筒の E の、0スタイルの03っていうのかな。これを使ってます。で、この浮きがさ、まあ、ちょうど今、くぼってるから、真下ちょうどいいのよ。この黄色がめちゃめちゃ見える。めっちゃ見える。さっきまでオレンジはまあ見えてたっちゃ見えてたんだけど、こっちももう何だろう、発色してるぐらいめっちゃ見えてた。見えてるのいいんだけど、で仕掛け変えてちょっとね、沈みがちょっとあれかなと思って、あのガンダム1個足したんですよ今。だからこんなんで G8 こう見える、これ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  G8 を今2段落ちしてる。潮が流れてるとか、まあ、そういうのも含めて、あの二段打ちして、まあ、ちょっとこれでこうゆっくり、ね、沈んでいくかなっていう感じなんですけど、それがもう仕掛けが立つ前にさ、立つ前に浮きがスパーンって入ってったの。お腹だろうねとお腹的な針出しちゃう。まあだからこれで言うと 黒マルチとかか。黒マルチならまあね、まあお腹に対しても口元に対してもまあ釣れるじゃん。合わせちゃダメージになったら多分かかんない。かかんないけど、さっきかかんなかったからさ。ダメだ。それをちょっと使って、喧嘩でもどうなんかな。さっきだって合わせちゃダメージ1個だけ出して使ったらかかんないからね。参った状態なのよ。俺もどうしていいかわかんない。とりあえず黒マルチを出すか。合わせたけど、かかんなかったね。残念ながら。とりあえず黒マルチの567。この辺を出す。黒マルチなら、まあ、ちょっとね、針先がね、眠ってるんですけど、ある程度口太にも対応してるというか、一応これお腹もいけるし、口太もいけるという、一応両方いけるっていうやつ。ただね、これ、ちょっとね、折れやすい。ぶっちゃけちょっと折れやすいの。曲がるっていうよりは折れるっていう、自分。だからこう、ちょっと難しいところ、使いどころが難しいんだよ。だからまあ、ちょっと今みたいに、まあ、口太とお腹がちょっと混じってね、上がってくるような時だと、合わせちゃダメージなほど、こう先端がね、こう、グイーンってなってるわけじゃないから、まだ、ね、ちょっと、口太もかかりやすいかな、といった感じです。いやー、もうなんかさっき魚上がってない。あの、42センチぐらいが釣れてるから、魚上がってないんだよ。もう何なんだろう、もう、切られる。で、お腹の針釣ると、この口太が来てかかんないっていう。なんでもしか、なんかね、ちょっと深いところでかかると、そのままぐーっと入ってって、取れないっていうね。なんなんでしょうね、ということで、
まあ、とりあえず、まあ、これでお腹と口太をちょっと狙いながらやってみたいと思います。針はね、6号。ちょっと大きめです。ちょっとこれね、自分、今度ちょっと曲がるというか、折れるというか、ちょっと怖いんで、ちょっと太めの、というか大きめの、ね、6号です。まあ、深島はね、なんていうのかな、ヨノズとかに比べたら、そんなに個人的に魚は擦れてない。だから、ね、自分からするとワンランク太いというか、でも食ってくる。だって、針すぎずっと 1.7 号で食ってくるんでね。です。はい、ということで、やってみましょうか。とりあえず。ちょっと違うか。これは軽いな。これは軽いわ。さっきのと重量がもう全然よし。抜くサイズじゃないですね。いや、抜くサイズやろ。35ぐらいあるんかな。36あった。36あったわ。いや、やっとこう魚が上まで上がってきた。この喜び。42センチぐらいずっと釣れてなかったけど。あ、外れた。外れた。今ちょっとね、黒マルチやけん、あれなんやろうな、なんか鱗がついとる。なんか鱗がついとるよ。鱗がある。浮いてるんですかね。浮いてると思うよ。もうちょっと今潮変わって、多分活性がちょっと変わったんやわ。なんかちっちゃいぞ。なんだ、なんか重くなった。重くなったぞ。急に重くなったぞ。なんだ。なんかめっちゃ軽かったぞ。うわ、なんだこれ。なんかいい引きしとる。え、これぶり上げか。なんかえらい粘るもんね。おお、普通にグレー。ほら、ほら。え？めっちゃいいグレーじゃないですか。いいね、40ぐらいありそう。やば。よし。全然40はないわな。まん丸ではあるけど、40はない。これはでかい。おお、やばいやばい、かなりやばいよ。40とかは全然ありそう。マスターモデル MH か。マスターモデル MH か。結構曲がってる。あまりと違う、明らかには。強いね。明らかに違う。あ、何が上がってくるか。死ぬか。明らかにでかい。50、口元だったら50ありそうやね。もしかしたら浮きが見えてきた。そうでもない。これはあるでしょ絶対。
40あるかな、歩かないってこんなんばっかりやん。いや、めっちゃ針を落としたんだよ。ああ、なるほど。あの、4号に落としました。4号に、はい、なかなかや。てぇな、なんか流さないけど太いわ。ですよね。うん、太鼓があるわ。あ、嬉しい、久しぶりのヒットです。引いたもんな。引きました。MH が折れそうなほど曲がってたもんな。もう心配で心配で、もうだんだん途中が弱気になってきて。そうですそうですそうです。ゆっくりやり取りしたんですけど、ちょっともうちょっとビビってです。強引にはいけなかったです。強引にはいけんかった。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。でかくはない。全然でかくない。全然でかくない。なんか変なウィンウィンやってるんだ。何これ。またイサキやん。またイサキやん。まあまあな余計な。いやー、持って帰るか微妙なとこやな。イサキかい。まあ、まあリリースで。もうちょっと大きいか、もうちょっと太ってたら持って帰るけど。リリースですか。リリースリリース。おお、なんか早かったな。おお。おお、あー、また切れない。よいしょ。あー、また全飛びやないかい。やつしか来ねえな。また強い。なんですかね、本当に。これは取りたい。取れればいいですけどね、もう。ですよね、最後の最後。取れればいいですけど。おお、ああ。針がない。またない。長いですよね。長じゃないですかね、もう。おっしゃ、早かったぞ。あ、抜けた。あんなおつけで速攻やったけど。速攻外れちゃったね。首が浅いですね。いや、これ今ね、黒マルチってちょっと針がこう眠ってるやつなんや。あ、そうなんですか。うん。あ、そっか、お腹対応みたいな。そう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 。はい、ということで現在15時35分でございまして、手を持ってね、ラスト一投にしたいと思います。もう薪へもほぼ巻き切ってます。いや、どうですかね、今日薪へとめっちゃ同調しましたっていうところで、これはちなみに流してますけどね。あの、沖合はね、やっぱ触られてはいいので、触られているんだけど当たりがパーッとは出ないね。触られてるだけだから、そのめっちゃ食ってるわけじゃないですか。ふわっと食ってる。ふわっと食ってる。ふわっと。
キャミを原型というかつけた形でほぼ残ってるっていう感じで、ほぼ残ってる。でも多分確実になんか触ったなというそういう跡があるんでね、だから一応グレが触ってるのかなという想定で、同じルートを一緒に流してますけどね、流したルート。今結構こうこっちのね、まっすぐ行ってる、こうね、手前は潮でこうこっちに押されるから、ちょっとこう軽く糸を引かしながらやってます。こっちに引っ張られちゃうから、手前がこうなるっていうのかな、糸がね、こうなる、こっちが引っ張るから、引っ張られないようにちょっとこう糸を引かしながら、ちょっとそっち側で糸をたるませてるといった感じです。こうなるけど、これ潮ってうねりのあれですね、これ。だから当たりと、このあれが分かるぐらい、これもうねりね。潮というか、うねりというか、これもね。よくある。よくあるね。すっごいある。結構こう、海に引っ張る。いやー、まあ今日もね、楽しい一日でございました、本当に。札幌ね、釣れないと思うけど。多分食うなら今もう食ってるはず。ので本当ね、今日も一日楽しい感じでしたね。いやー、ちょっとこの週になってからちょっと厳しくなりましたね。今下げの潮ですか、上げの潮の時はなんか食ってたけど、多分こう南から入ってたんだろうね、黒が。この下げの潮になって、あの流れてる方向はもう変わんないんだけど、上げも下げもね、ずっとこっち流れてるから、速くなったりちょっと向きが変わったりとかするんだけど、まあまあ言ってもね、まあ、それなりに数も出たし、まあ、サイズはちょっと不満があるというか、今そんな感じでございます。スクルーの、ね、色が変わりつつありますけど、これはもう 50m ぐらい流してますね。はい、ということで終わりますか。釣れる気配がない。全然ない。この辺で食ってももう仕掛けが入ってきてるから、おそらく食っても岬なんだよね、いい流れる方がちょっと想定と違うな。こっちに流れてるけど、こっちには行ってますね。食わないでしょ、方向が違うんだ。餌がないね、こっから食ってたんだろうね。ということで、もう時間ないんでね、終了です。なんか食った後あるね、ハリスがグニャってさっきなってなかったから、はい、終わりです。はい、ということで、最後の一回もね、ゆっくり終わりまして、本当に今日は一日楽しい釣りでございました。まあ、ちょっと昼からは、まあ、あんまり数的には釣れなくて、まあ、グレ的には釣れなくてっていうのかな、グレはあんまり釣れなくて、なんかバチンバチン切られたっていう記憶しかないです。でも42が釣れたのは、まあ、昼からか、はい、まあ、そんな感じで、まあ、当たりがね何回もあったし、魚も実際何回もかけたしということで、まあ、なんだかんだで、ね、一日こうね振り返ると楽しい釣りができたのかなと思います。はい、ということで、もう道ともね来た後なんですけども、今からね片付けしたいと思います。はい、ということで、今回もねご視聴いただきありがとうございました。じゃあねということで、現在16時27分、4時半の開始、ほぼまあぴったりですかね。はい、ということで、結構こっちからつけるのかな、こっちにつけるのか、はい、そんな感じで、船に荷物を乗せていきたいと思います。